皆さんこんにちは、レッツハドルのヒデボーです。今日はですね、福岡サンズ1万人プロジェクトを紹介したいと思います。イコールワン福岡サンズというチームですね、創部2017年で現在5シーズン目を迎える X リーグという社会人リーグのアメフトチームですが、もうとっても面白い取り組みをたくさんしてアメフトを盛り上げようということをしているチームなんですね。で、実は僕は2019年頃から応援してるんですけど、まあ、ちょっとしたきっかけからこのサンズで今は試合当日のスタッフとしてお手伝いをさせていただいたりとかも、しているんですが、今日はあくまでファン目線でこのサンズ1万人プロジェクトっておもろいなということをすごく感じているので、このサンズとは直接関係なくですね、個人的に、あくまで個人的に、このプロジェクトについてちょっとなんか皆さんに発信してみたいなと思ってお話をしたいと思ってます。このサンズ1万人プロジェクトは何かというと、11月21日に福岡の博多の森陸上競技場というところでですね、電通キャタピラーズというチームを迎えてホームで試合を行うというようなことが予定されています。で、この11月21日の試合の時に、まあ、博多の森を真っ赤に染めようということで、いろんなイベントとかグッズとかを通じて盛り上げていくというようなプロジェクトで、1万人の観客を集めたいというところでしています。もちろん感染対策はした上でですが、これだけ多くの人がアメフトを福岡で見に来るということになれば、まあ、これまでに絶対なかったと思いますし、1万人というところで福岡からアメフトを盛り上げるということを有言実行という形でしていくという意味で大きなことだと思うので、これに向けていろいろやっていこうというのがこのプロジェクトになっています。まあ、そんな福岡サンズ1万人プロジェクトなんですけど、現在クラウドファンディングという形で資金を集めています。第一目標になっていたのが150万円だったんですけど、なんとこれを4日間で達成してしまうということで、すごいですね、4日間で150万円、しかも支援件数が170件を超えるということで、すごいたくさんの方の共感も集まって、これが達成したのすごいなと思ってます。まあ、この第一目標何だったかというと、福岡サンズって大阪とか兵庫とかあるいは関東とかで試合をすることが多くて、いわゆる福岡のホームで試合をすることが全くないので、アウェイの白のユニフォームで、ずっと戦っていくということが多いんですけども、せっかくこの博多で試合するということなので、久しぶりに赤のホームユニフォームで戦いたいんだということが一番大きくあります。ただこのホームのユニフォームも制作するのに、お金がかかるということがあって、150万円をまずは集めて試合を盛り上げようというところがこのプロジェクトの最初の到達点でした。ただですね、ここからまだまだ夢は広がっていきます。ネクストゴールとして、300万円の支援を集めようということで、今さらなる支援を募っているというところになります。で、この300万円集まると、試合当日ですね、なんとこのサニーくんというキャラクターが、福岡サンズにはいるんですけど、このサニーくんの、着ぐるみというか、まあ、サニーくんに生命を吹き込むというか、そういった形で実際に試合会場に行くとサニーくんに直接会えるんだみたいな、ところがあるので、いや、これめちゃくちゃ夢ありますね。サニーくんにここで生命を吹き込むことができれば、これ以降、来シーズン以降もサニーくんに直接会えるということだと思うので、ここもぜひ目指していきたいということで、ネクストゴールを設定されています。まあ、サニーくんですね、こんな今ワイプを見てもらうと、ぬいぐるみを僕は持ってるんですけど、福岡サンズのグッズのところで購入ができるので、ぜひこのサニーくんもゲットしてもらえたらと思うんですけど、直接やっぱりサニーくん会いたいなと思うので、この300万円なんとか達成ができるように広報拡散をお手伝いできたらなと僕も思っている次第です。まあ、それでですね、このサンズ1万人プロジェクトの魅力の一つが、まあ、支援をさせてもらったらコメント書く欄みたいなのがあるんですけど、そこにこういう風に僕が上に書いてる通りコメントをしたら、岩永選手、和田選手から直接ですね、こんな形で、お返事をもらえるということで、まあ、なんかサンズの皆さんってこう、まあ、ファン一人一人を大事にされているなっていうのはすっごい伝わってきてですね、応援していて本当に嬉しい、楽しいチームなんですよね。そしてクラウドファンディング支援することによって、こういった交流関わりが生まれたりとかするということもあるので、まあ、そんなところも皆さん楽しみながらですね、このサンズ1万人プロジェクトをやっていてもいいのかなと思います。ハッシュタグつけてこれツイートするだけでもですね、福岡サンズの
公式アカウント、あるいはサニーくんの公式アカウントもあるんですけど、いいねをくれたりとかするので、ぜひぜひ皆さんの支援に関わってもらいたいなと思います。そんな福岡サンド1万人プロジェクトなんですけど、じゃあクラウドファンディングのリターンというか、クラウドファンディングってこう資金をですね、こちらからただ寄付するだけじゃなくて返ってくる返礼品、戻りがあったりもします。もちろんただ単にこう寄付という形で応援するということもあるんですが、こういった形でリターンを通じて支援する側も楽しむことができるような、取り組み工夫をされているので、それも紹介したいと思います。まず一つ目がですね、この上りですね。これ上りなかなかインパクト強いんですけど、何かというと11月21日博多の森陸上競技場での試合の時に掲示する上りを作ることができるというような支援になっています。そしてですね、これ好きな選手を選んで支援することができるんですね。例えば9番の浩司徳田選手を選んだら、浩司さんの上りがバーンとこう写真が載った上りがバーンと会場に出てですね、自分の応援が実際にこの選手の写真になって出てくると、上りになって出てくるということなので、めちゃくちゃワクワクするようなリターンなんですけど、まあ、最後はこれ試合後はサインを、当該の選手のサインをしてですねもらえるというような素敵なリターンになっているので、これ結構おすすめになってます。まあ、そして、資金的にちょっともうちょっとお手頃なっていうところでいくと、マフラータオル、今回限定のマフラータオルもあるので、これをこう肩からかけたりとか日頃から使うっていうだけでも、とてもこう一体感が生まれるというか、サンズファンとしてのこう満足感がすごい得られるような、支援になってるかなと思います。まあ、そしてちょっと変わったというか、なんか限定というような感じを実感を得れるのは、このレプリカユニフォームですね。ユニフォーム、実際選手が着ているやつのレプリカ版のものを着れるということになってます。でこれなんと10着限定なので、もしかしたらちょっとこの今紹介している動画をアップする頃にはなくなってるかもしれないので、急いで皆さんこのページを見てほしいなと思うんですけど、ご自身の名前、ご自身の名前じゃなくても好きな選手なり、好きな人なり、もう何でもいいんですけど、名前を、希望の名前を入れることができて、で番号も好きな番号を選ぶことができるので、なかなかこれは魅力的なリターンですね。でこれクラファンのリターンに先駆けて、スポンサー会社のイコールワンのですね、安田金之助社長、まあ元選手でもあった方ですけれども、金之助社長が朝日稜線の試合の時にこうやって着られてたんですけど、めちゃくちゃ目立ちますし、色も鮮やかですし、めっちゃいいなっていう風に思いました。このユニフォーム着て応援すると気持ち入りますね。この浩司選手と喋ってる写真はヤシケンさんにお借りしているものです。まあ、実はこのレプリカユニフォームじゃなくて、ユニフォーム風 T シャツで好きな名前と番号を入れてっていうやつもあったんですけど、これは100着がすぐなくなってしまったということで、数量限定がなくなっちゃったんですけど、まあ、追加も検討されているということなので、今の状況はクラウドファンディングのページを見てもらえたらと思います。それからですね、アメフトはチアリーダーがいるということも魅力なんですけど、そんなチアの皆さんに関連したリターン品もあります。まず一つ目がチア体験レッスン、オンライン開催のチア体験レッスンですね。20名限定と、これも限定にはなってるんですが、元 NFL プロアメフトのチアリーダー曽我さんによるオンラインレッスン開催するということで、これめちゃくちゃいいなっていうふうに思いまして、あの曽我さんはテネシータイタンズというプロアメフトのチームでされてたんですけど、まあ、5万人を超えるスタジアムでですね、何度もチアとしてダンスを踊られて、そして活躍をされていた方なので、曽我さんのレッスン受けれるってめちゃくちゃレアやなと思うんですけど、まあ、大学生以下の方であればこれ参加できるということなので、まあ、例えばお子さんにこうチア体験をしてみてほしい、あるいはチアをしているから体験してみてほしいとか、あるいはですね、中高大学生の部活でチアをされている方がレッスンを受けるとかですね、いろんな形でこのレッスンを受けるっていうのは楽しいかなと思うので魅力的かなと思います。まあ、そして出張応援というのもありました。チアリーダーの方々が出張で応援をしてくれるということなので、これもなかなかないリターンで魅力的ですよね。なかなかこう一人で5万円というのは大変だと思うんですけど、例えば結婚式とかいろんなイベントの場面とかで、来ていただくというのもいいのかなと思いました。まあ、そんな感じでアメリカフットボールを彩るチアの皆さんに関連する支援もあります。先ほど言った上りもですね、チアの
方の上りを出すということもできるそうなので、チアファンの方もぜひチェックしてみてもらえたらと思います。そしてこれ福岡サンズならではだと思うんですけど、 JA 全農さんとコラボしてこういったこう美味しいご飯を食べて福岡サンズを支援するみたいな、取り組みもありますので、こういう地元応援みたいなパッケージを選ぶのもありかなと思います。個人的にはこの博多和牛めちゃくちゃ気になっていてですね、いやめちゃくちゃこれおかず力高そうだなと思うんですよね。おかず力というのは福岡サンズの岩本選手と大久保選手がされている大食い YouTube チャンネルですけれども、まあ、いかにこの一つのおかずでご飯をお茶碗何杯食べれるかみたいなチャンネルですけれども、この肉は絶対おかず力高いなって思ってます。まあ、そしてこの真ん中の明太子もですね、美味しいんですよね。福岡の明太子、僕も福岡何度も行ったことあるんですけど美味しいんですよね。まあ、なのでこういったこうご飯を食べての支援っていうのもありだと思いますし、あとは博多福岡といえばあまおうですよね。いちごのあまおう名物ですけど、これの加工品セットみたいなこともあるので、いちご関係大好きな方とかお子さんとかが食べたいっていう方もいるかもしれないので、こういった支援っていうのも、魅力的だなと感じました。まあ、そんなイコールワン福岡サンズですが、もちろんアメリカフットボールの試合自体も注目ポイントがたくさんあります。クスワン初挑戦の2019年シーズンは4勝2敗と健闘したんですけれども、エリアでは7位という結果に終わってしまったので、今シーズンはエリアのトップ4ですね、 X1 エリアのトップ4に入って X1 スーパーへの昇格を目指すということで、さらに上のリーグを目指しているので、この試合がどうなってくるのかっていうのも注目ですし、ウィーク1を見た限り今シーズンめちゃくちゃ面白い試合をたくさんしてくれるんじゃないかというところもあるので、ぜひ試合の方もチェックしてもらえたらと思います。まあ、元プロ野球選手の田村嬢選手とか、元プロラグビー選手の長島選手とか黒川ラフィー選手、それから NFL プロアメフトを目指す小山海マックスウェル選手、通称マックス選手とかですね、まあ浩二徳田選手ももちろんなんですけど、こういった選手たちも入ってきてて話題性もたくさんあって、かつアメリカフットボールとしてもとても面白い試合を見せてくれるこのチームに乗っかる、応援する、まあ、いろんなつながり関わりを作るっていう意味でも、このクラウドファンディングがきっかけになるということもあると思うので、ぜひぜひ皆さんも関わってみてもらえたらいいなと思います。ということで本日は福岡サンズ1万人プロジェクトを紹介しました。まあ、もちろん皆さんには支援という形で関わりを持っていただきたいというのはあるんですけど、なかなかお金の面で難しいということであれば SNS での情報拡散とか、まあ、あるいはもう友達となんか話すきっかけですね、アメフトっていうキーワードから入るとなかなか難しいと思うんですけど、博多でこんなおもろいことするらしいでとか、さっき言ってたおかず力の話、こんなご飯を食べて応援するのがあるらしいでとか、いろんな話題の方からですね、エンタメ的な話題の方から入って応援するというようなこともあるので、いろんな形で、この関わるチャンスを持ってもらえたらいいのかなと思います。他にもブルーザイズ東京っていうチームとか、 X2 のブルーサンダースというチームとかもクラウドファンディングをしています。なかなかアメリカンフットボール資金難というところはあるんですけど、実際に関わっている選手、コーチ、関係者の皆さんはとても熱意を持ってアメフトを盛り上げようということで、いろいろ面白い試みされていて、ファンとしても楽しめるので、ぜひいろんな形でチェックしてみてもらえたら嬉しいなと思います。それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、いいね、そして1万人プロジェクトの支援、拡散、応援よろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。